骨の趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、こちら、ババン、はい、プレミアムバンダイから出ましたミニミニカードダス、ドラゴンボールカードダスデラックスセットっていうことでね、今回はねこちらを開封していきたいと思います。まあ、とりあえずねこの段ボールから出してみましょう。はい、段ボールから出すとねこんなような感じで入ってました。はい、うん、とりあえずこれも、開封しましょうね。はい、蓋を開けるとこんな感じで入ってますね。これはあれか、台を入れる支柱っていうか台座っていうかそういうやつですね。はい、でこちらがカードダス本体ですね。まあ、実際のカードダスはもっと大きいんですけれどもね、はい、こちらはミニサイズっていうことでね、それが2機。はい、でこちらには、そのね本体につけるシールですかね、うん、ステッカーが多分2枚入ってるのかな。でこれがカードダスですね。めちゃくちゃちっちゃい、うん、実際のカードダスはもっと大きいですよね。普通のトレーディングカードサイズで、なんとねそのミニミニカードダスを入れるアルバムまあファイルですよね、それも2種類ついてます、うん、めちゃくちゃコンパクトなサイズですね、うん、これもすごいな、よく再現されてるな。もうこれも実際ね、大きいものですがすごいな、こんなのも用意してんだね、うん、ではね実際にまあこのね本体とシール貼っちゃいたいと思います。で、このカードをね一枚一枚見ていく感じで進行していきたいと思います。はい、とりあえずねシール貼り終えましたので見ていきたいと思います。こちら、はい、まず一つ目ね、はい、うん、いいですね。まあ当時っていうかね昔も同じサイズのこのぐらいのサイズのやつで出てたんですけれどもね、まあ、今回はそれの復刻みたいな感じですよね、うん、いやーやっぱね当時と同じぐらいのクオリティかな、うん、でもう一個がこちら、はい、うん、いや、いいね、ちっさい、はい、でカードがですねこんな感じで、蛇腹みたいな感じで入ってますね。でここに切り取り枠があるんでこう普通に押し出して取る感じですよね、うんうん、こんな感じかな、はい、こんな感じで、はい、クリリン、はい、でカードダスなんで、こんな感じでね、うん、いや小さサイズ小さいな、こんな感じで、剥がしていくんですが、この2種だけキラキラ、これがベースで、うん、ありますね。まあ、それぞれの当たり枠で入れるやつなんだろうけど、うん、まあここの絵を見ればね、この段にはこれでもう一つの段にこれを入れるっていう感じかな。うん、はい、一応ねカードをばらして、まとめてねカードダスの中に入れました。はい、じゃあとりあえずねこっちから回そうか、こう回しですね。はい、いきます。お、一回しで出てきたね。はい、出てきたのは、はい、悟空、ちっさ、はい、いや小さいな、やっぱり。まあ欲を言えばね、
こうガリッガリガリっていうね、あの音も再現してくれたら最高だったんだけどね、うん、やっぱ無音ですね。はい、もう一枚、はい、出てきました、しぼ、はいはい、ナメック星に到着した時のプルマとご飯クリリンですね。果たしてキーラーがいつ出てくるか、いや、フリーザ、はい、ザボ、いや、あ、間違えた、いや、はい、ドドリア、いや、来た、キラキラ来た。いや、こういう遊びいいですね。うわ、このキラもね、小さいのに頑張ってますよね、このキラキラ感いいですね。やっぱキラキラは当たり感があるな、うん、はい、ではもう一個、もう一機種ですね、いきましょう。はい、パンクリリン、パン天津飯、キラキラご飯、ご飯じゃない、キラキラ悟空、いいね、やっぱね。一応ね、あの黒とね白のカードだったんで、まあそれぞれの機種に色分けで入れたんですけれどもね、まあごちゃ混ぜて入れてもいいと思いますしね、それは多分個人の自由だと思います。はい、でカードを入れるときはね、このね、隙間です。隙間にこう横向きでこう押し込むと、これだけです。はい、で蓋を閉めると、はい、で回すと、あれで回すとこんな風にね、はい、出てきます。このね、ミニミニカードですが、どのくらい小さいかっていうのをね、現物がありましたんでね、もともとのカード出すのサイズと比べてみましょう。こちら、はい、ダン、このぐらい違います。すんげえ、全然違うよ、大きさが。いや、マジか、こんなに小さかったか。もう本体で最高のサイズですからね。まあ大きさの比較としてね、分かりやすいですよね、うん、ちなみにね、自分これ以外に、キラーがね、これありました。うん、裏がこれが10億枚ですよ、10億枚突破記念、めっちゃ爆発ヒットしてるんだよね、やっぱカード出すってね、うん、じゃあこのねカード出すを実際これにセットしてみましょう。はい、あのね、駄菓子屋とかに置いてあるような感じにね。はい、実際ね、こうやって、あ、こうやってね、台座にセットすると、こんな感じです。ここはね、やっぱ支柱があるんで、邪魔で入らないですね。だからちょっと手前になっちゃいますけれどもね。あと、これは回しづらいですよね。当時もこんな感じだったかな。で紹介し忘れましたが、こちらのファイルもね、ちょっと見ていきたいと思いますが、当時と同じ仕様ですね、この材質、うん、で中はちゃんとこうね、うん、収納できるようになってるのがすっごいね、これね。しかもこれもね、当時の材質ですよ、これ自体が。
いいですね。ちゃんとセットできるのかね、ちょっと試してみようか。はい、これを入れるんですが、普通こうだよね、こう入れるんだけど、こっちが表だからね、こう入れるんだけど、なんかポケットは内側なんだよね。だからこっちからこう入れる感じになるね。うん、でもちゃんと入る。うわ、これコレクションできる。めっちゃいい、これいいね。でもこれちょっと待ってよ、これそんな枚数ねえもんな。もっと出してほしいな、ミニミニカード出す。いいねこれ。はい、といった感じでね、今回は開封レビューさせていただきましたが、いやめっちゃいい、懐かしいしね、うん、なんかこうコンパクトなんで、めっちゃコンパクトなんでね、場所も取らないし、うん、ちょっとしたインテリアにいいんじゃないでしょうか。ということでね、一応背景変えてね、回転させてみたいと思います。はい、この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。またね、高評価コメントよろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。